アンダービースティのロッキングルームと題しまして、私たちアンダービースティで50分間生放送を送りさせていただきます。皆様最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてこの番組中に私たちは皆様からのメールも待っています。メールアドレスはこちらですね、 cws@senjux.com cws@senjucross.com です。皆様からの質問、激励、何でもいいです。ツッコミなどたくさんお待ちしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、本日も始まりました。前回もね、この2人だったんですよね。そうなんですね。すいません。あの、飽きないでください。はい、はい、あの、私たち一番アンダービーシーの中でベテラン組なので、はい、あの、他の人たちよりもいい会話がいい、普通のある会話が多分できると思うので選ばれたなと思います。頑張りますね、ちょっと。はい、はい、ということで最近10月になって、そうですね、すごいね、始まりましたね。寒くなってきたね。確かに、だって私もう暖房入れてるもん、家で。暖房はまだやってないね。え、嘘、本当に今日扇風機回してるうち。え、嘘でしょ。私昨日寝るとき暖房28度くらいで入れたよ。なんかさ、だってこうやってさ、普段ライブしてても思うけど、うん、来てくれてるみんなの服も、あ、わかる、違うじゃん。そうだね、変わってきたね、だんだんと。結構みんなってさ、半袖からさ、長袖になるとみんな印象違うじゃん、うん、だから新鮮だなって。いつもライブのとき物販とかで思うんだけど、割と確かに印象が違う。確かにいるよね。でもあれだよね、うん、秋服になってもきっと愛ちゃんはすごいんだろうね。でもなんかこれ意外と秋とかっておとなしい系の服が多いと思うじゃないですか、うん、種類的に、うん、意外と派手なの多いんですよね。いつもさ着てるこうさ、うん、なんか半袖のさ、うん、こう色のなんか激しい、うん、あ、赤とかね、そう、ちょっと信号みたいな服出た出た、ああいうのは冬服で売ってない気がするけどね。いやでも本当に紫のジージャンとか売ってるんですよ。あ、着てる、着てるでしょ。すごい、それが真紫みたいな、紫のジージャンで、ね、紫のリュックしてて紫の靴履いてるよね。だから秋こそ紫って感じがするじゃん。本気でやめてほしい。え、本気でやめてほしい。だから秋こそ本当にアイツの季節みたいな感じなんですよ。え、違う、そうなの。そうだよ、秋はあの派手に行かなきゃいけないっていうのが一番服に困る時期だけどね。確かに今の時期は、ね、昼は暖かいけど、そう、夜寒かったりとか、なんか、うん、ジャンバーとかじゃまだ早いし、だからといって長袖1枚じゃちょっと寒いし、うん、みたいな、その中途半端なのが本当困るから、ね、私も今日ちょっとなんか上を羽織ろうと思ってきたんだけど、カーディガンにしようか、こうなんてパーカーにしようか、もうめっちゃ悩んだ。いろんなね、これ、そう、あれでしょ、しょうもない服たちからでしょ。違うよ、めっちゃ可愛い服たちから選んだの。もう君は今日この子は使う、この子使うとか思いながらいろいろ探してたんだけど、そう、今日何羽織っていいか分かんない。種類だけはね、あいつ豊富だから羨ましい。そうそう、私あんま秋服は持ってないから、冬か夏っていうパターン、あ、極端なんだね。ニットか半袖みたいな感じだから。でもいますよね、そういう、そういう人、なんだろう、そういう人いますよね、うん、あ、春に夏服着ちゃう人とか、どっちなのみたいな。まあなんかそんな感じで秋なんですけど、はい、うん、なんか秋といえばみたいな、秋といえばさつまいも、もうありきたりすぎて、え、ありきたりすぎて何も言えない、この苦笑い、苦笑いな感じ。え、ちょっと待って待って待って、え、秋に食べるさつまいもってすごい美味しくないですか、やっぱり、うん、よく売ってるよね、そう、あの、いろんなこうスーパーとかにも、ね、こうなんか丸出しでこうほか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 ってして売ってるやつ、私絶対買うもん、スーパー行ったら。あれ買う人あんま見たことないんだけど。いや、私絶対買う、2本ぐらい買う。なんかいつも置いてあるイメージだよ。そう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 、減ってる感じ見たことない。そうそう、じゃあじゃあ、でも私2本ぐらい買って、え、しかもなんか種類が違うの置いてあるのね、うん、だから両方買ってどっちが甘いか食べ比べするの。へー、だから本当に秋こそさつまいもなんだよ。なんか匂いを出すために置いてあるのかな。あ、でもさ、前出てるとすごいいい匂いするよね。そうそう、そのためだけのものかと思った。違うよ、もう値段も書いてあるじゃん、買ってあげて、ちゃんとお家に連れてくるってあげてんの。秋といえばね、何だろうね、秋といえば、でも去年のアンダービースティは、うん、秋のこの時期にファーストワンマンライブが12月にあったから、うん、去年のね、はい、だからなんか必死で必死だった覚えちゃうんだけど。確かに。まあ今ももちろん必死だけど、初だったもんね。そう、初めてだったからなおさらこうね、超必死だった、がむしゃらだった気がする。フリーいろんな子に教えたりとか、まだそうね、そうね、まだ月だから、帰りたてのメンバーが多かったから、あかねちゃんとゆむちゃんが入ってきた時期だもんね、うん、そうそうそう、帰りたてのメンバーが多かったから必死に教えて、なんかもう必死にコミュニケーション取って、一緒にやってきて、そうそう、ね、一番はそこだよね。そうだよね、確かに。
だいたいアンビセってなぜかフリーレ係が愛ちゃんだから。あ、そうそうそう、愛ちゃんが基本頑張ってた思いがあるなんかね踊り下手なのになんか私がやるからなんか、まあ、教育担当下手な人がね教えた方が意外とみんなこう振り入るっていうか、ちゃんと覚えてるからね、なんか分かり合える、分かり合えるっていうかねみんなかわいそうにちょっとちょっとお疲れ様だ、ちょっとありがとうございますまあそんな感じで、はい、9月、うん、9月のあの最初の方なんだよね放送が、いつも第2木曜なんで、その後に起こった9月の話をしようかなと思うんですけど、はい、はい、いいですね。9月といえば何があった？9月といえば山梨新潟遠征シルバーウィークですね。そうですね、シルバーウィークに、うん、シルバーウィークに2日連続で遠征があったんですよ、はい、まさかの2日連続違う場所というファン泣かせの遠征が、山梨は山中湖という初山中湖、そうなんです、山中湖っていう結構山の中にそう、なんかさ山中湖ってさちゃんとさ場所分かんなかったから私、うん、こう山梨で山中湖とか言っても都会の方なのかなみたい なんか山梨の甲府でライブしたことはあったんですけどそうそうそう、なんか甲府はね割と都会の方らしいですね、都会の方だから山梨の中でも山中湖もなんかそんなに奥ではないだろうとか思ってたら意外よ意外ね、結構みんなね、なんかこう林の中をぐんぐん行くの大変だよみたいな感じで、そう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 、意外と遠かったですでもそんなね、うん、山中湖はすごく楽しかったですね、楽しかったよ、すごい楽しかったよ、大きい会場で、うん、なんか4つくらいねステージがあって、すごい私いっぱいビラを配ったんですけどビラを配りながらライブも見つつそうね、そうね、ちゃっかりね、あ、お気に入りの方がやってるとか言って富士山見つつそう、しかも私たち富士見ステージって言って、うん、富士山が見えるステージだったんですよ。だけどなんかチラシ配ってる昼間の時間帯は富士山見えたんだよね。え、見た？見た、見た、超見てた。だから私たちもステージやった時は私たちのバックに富士山があるもんだと思い込んでやってた、うんうん、そう、だけどうちの時間的にはなんかまあ夜遅かったんだけど、曇ってたからね、曇ってて見えなかったんだけど、でも昼間見たんだけど、私実は初めて富士山見たの、初富士そうだ、行かないもんね山梨って。そう、なかなかさ富士山って見る機会ないじゃん、うん、テレビとかではいっぱいあるんだけど、ね、頑張れば見えそうだけどね、まあ確かに頑張れるかな無理だねそうだけどなんかなんだかんだちゃんと見るの初めてで、うん、でもちょっとなんかこういうここのくびれあんじゃん、富士山のこうくびれは見えたんだけど、頭のこのっていうの、え、あ、こういうとかね、そう、こうじゃないからね、そう、こうじゃないじゃん、じゃくびれってんじゃん、そのくびれは見たことあるんだけど、見たんだけど、このてっぺんのここ一番肝心なとこがちょっと白いとこね、ちょっと見えなかった、近すぎてね、近すぎてこうもやがねかぶってるんだよ ね、 そう、だからなんかあんまりこうちゃんとしたのはないんだけど、でもちゃんとこういうね、ちゃんとここまでは見たから、まあ、一応初富士を見たっていうことで、そう、ね、でも私なんかこう、うん、アンビスの振り付けで後ろ向くこうダーンっていう振りがあるんだけど、うん、あの見えると思って、うん、見ようと思って後ろ向いてダーンってやったら、ね、んないなってなって、ね、無理でしょ、絶対無理でしょ、ね、多分出番がね結構遅かったんだよね、遅かった遅かった、4時とかかな、そう、夕方とかだったから、もうなくなっちゃった、あんま見えなくて、うん、なると思ったらなかったからそんな調子にしてたの、あ、なかったと思っていや絶対見れない、絶対見れない、しかもあれだよね、昼はすごい暖かかったんですけど、うん、夜がなんだろうね、すごい寒くて、やっぱ違うよね東京と、やっぱ山梨って寒いんだよね、寒いって言ってたけど、ね、嘘じゃんと思って、そうだね、結構調子乗った格好で行ったら寒かったよねあとあれだよね、湖が近いからさ、あ、湖が近いから、湖あ、違う、湖ね、湖って言う人初めて聞いたよ湖って言うんだねそう、湖が近いから余計ちょっと風とかね、うん、すごかったよね、なんかね、湖でね写真撮ろうとか思ったら全然違う野原で撮っちゃったよねそうなんだよね、大体アンダービーチこう名物を撮らないよね、そう、あんま意味わかんないテントのあるとかだったよね写真なんかね目的が違うよね、うん、いつもね、でも出番終わった後に、うん、一応名物のほうとうが屋台だったから、ほうとう食べれて、でなんだっけ、あとね、あの串みたいなの食べてね、串の豚バラ串、豚バラ串みたいなのだと、鶏もつ食べた超食べてる、そう、超美味しかった、でもあいつそれだけでお腹いっぱいになんなくてメンバーのもらってた、ね、ってたよねそう、どうしよう、う外で食べたから落ち着きがないのか、何回もお箸落としてあと、ゆあちゃん、ゆあちゃん本くらい落としてた、もう何本も無駄にしてたすごいもらいに何回も言ってた懐かしい、ね、懐かしい、ね、今とだって本当懐かしいよね、なんだろう、このまだそんな日にち経ってないのにシルバーウィークよか思うね、なんかあの頃のように感じるよね、あの2日間早かったね、早かったね、確かに、てかその前に山梨の、うんうん、帰り道が怖くてあの、ね、山道じゃないですか、すごいそうそうそうなんですよ、めっちゃ怖くて、うん、もう本当に暗いし山だし、そう、この山を抜けれるのかっていうで、なんか
構背景が全く変わらないから、うん、すごい同じ、そう、同じ道をぐるぐるぐるただ回ってるだけなんじゃないと思って、うん、みんなして恐怖になってきちゃったのですごいみんなして怖い怖いってなった瞬間に前から鹿が飛び出してきた。そう、その瞬間鹿メンバーのもう特にあかねちゃんあかねちゃんのオーバーリアクション半端なかったよね。そっちにびっくりしてちょっとね、生命の危険がおおみたいな、鹿にやられるとこだったよね。暗い山道でいきなり鹿出てきたもんだから、しかもメンバーがすごい大きな声でしかも車の中で騒ぐもんだからすごい響き渡っちゃって声が。でもさ、一人さその中でもさ、うん、いるんだよやっぱり寝てる人誰だと思いますか。ですね、もしかしてあの人ですか。もしかしてあの人ですよ。リトルの人ですよ。出た、永瀬かほ。永瀬かほは寝てましたね。永瀬かほちゃんって本当にすごくて一切酔わないんですよ、うん、酔うっていうことがなくて、私結構酔いやすくて、私もそうです。もちろん山梨の時も酔ってて、うん、行きも帰りも若干酔ってて、永瀬か保証で本読んでるんだしかも姿勢めっちゃいいの結構長々としたちゃんとした文庫本を頭良さそうなやつ読んでるよ ね。しかも一番こう酔いにくい席とかあるじゃん、タイヤの上とかは寄りにくい、酔いづらいなんかこうとか言うじゃないですか、ね、一番こう酔いやすい真ん中ら辺に座ってて、うん、こうなんかすごい一生懸命読んでるんだよね三半規管強いよね、かほちゃん。かほちゃんほんと酔わないね、いるんですよそういう人も。確かにかほちゃんだけは寝てたね、うん、寝てた、あの時鹿事件の時も鹿事件はい、そんなね山梨遠征は超楽しかったんですけど、はい、次の日は新潟に私たち行ってきました。これまた遠いですね。これまたこれまたすごい朝が早かったよね、うん、そう、朝ね新潟の時はすごい早くてね、正直ねここ最近で一番眠かったの朝。ゆうちゃん本当朝弱いよね。目が全然開かなかった。その時の写真わかるちゃんに撮られてすごい可愛くなかったいつか多分ツイッターに出されるよ。絶対出されるよ、あかねちゃんの前だから。あかねちゃんと喧嘩したらやられると思う。あ、絶対あの子出す。すごい半目だったのまあもちろんライブの前になったらだんだん起きてきたけど、うん、新潟に着くまではやばかった確かに、なんかゆわちゃんなんかさすごいさ朝早いと目腫れてるよね。あの多分 B 型だからね、 B 型低血圧、血が足りないから。あ、血が足りない、そう血圧が低いから私関係あるか。あいちゃんでもすごいよね。 あいつ本当朝、あいちゃんはね別に寝坊とか絶対ない、絶対しない。私前回の新潟も6回目なんですけど、うん、今回のやつで9月のやつで、その前の5回目の時に若干ちょっと寝坊を働かしたから、うん、待ってたあいつのはちょっと焦ったっていう。あいちゃんから大丈夫かな、すごい電話来た、大丈夫かなみたいな。だから今回はやばいと思って。あいちゃんそういうのないからね。そう、私は基本、うん、まあ10分前か5分前には着くように一応頭に入れてる。優秀なお母さんまで。そう、お母様起こしてくれるから、ね、自分じゃないんだけどねね、そこが違うんだよね。そう、優秀なお母様が叩き起こしてくれるから、そして朝ごはんを用意してくれてるから。お母様どうやって起こす、あいちゃんのこと。え、普通に起きなさい、言葉だよ。起きなさい起きなさいって。うちの母さんね触ってくるの、あ、起きてみたいな。もうすごい腹立つんだよねそれが。そういう、起き起きるじゃん。いやもう大嫌いそういうの。これ触られて起こされるのが一番苦痛で、ストレスを与えちゃうと寝坊しちゃうのね。そうだから言ってんの、いつも寝る前に私にあいつに怒られるよとか言って起こしてみたいな。言葉で起きなきゃって思わせてほしいんだけど、どうしてもやっぱ触るんだよね、うんうん、起きてみたいな。そうね、あれがもうストレスでね、本当にね一番嫌だ一番起きるよね触られた方が。するじゃん、なんか言葉でさ、うん、もう起きないと人生がやばいよみたいな感じで言われたらさ、ね、ちょっと私言葉だとあと5分とかなっちゃう。そう、なんかリーダーでしょとか言ったら起きるよ。あじゃあさ、目覚ましをさリーダーでしょってさみんなでさ一回ずつさメンバー言ってさ、それを目覚ましにすればいいんじゃない。特にさかほちゃんとかに言われたら起きると思う。リーダーだよ、リーダーでしょとか言ったらやばい、かほちゃんに起こされちゃった正規生でしょとかで起きるかもしれないんだけど、確かにこうなんかね揺らされるのはね本当にね、もうなんかこの場で言うけども本当お母さんやめてって感じあ、見てますか、ゆらちゃんのお母様よろしくお願いします。いやご飯作ってるかなそうだね、確かに。でも ね、まあ、ね、でもねちゃんと間に合ってよかった、ね、うん、そう間に合ったんですよ間に合ってよかった、ね、海の見えるね、そうステージで、そう周り海だったの。今回は湖じゃなくて新潟海がめっちゃ綺麗だったよね。なんかすごい天気、うん、めっちゃ天気良かったんですよ。天気良かった、だから海がすごいこうキラキラ輝いてね、すごいあれだよね、
あの一日中のフェスティバルだったから、野外イベントだったから、みんなもさ、なんか焼けちゃってて顔真っ赤な人めっちゃ痛めっちゃ痛そうだった9月の終わりなのにさヒリヒリしてそうだったね。やっぱりこうえ強いんだろうね、新潟とかの方が。も私も背中焼けてた。なんかゆむちゃん鼻の頭顔向けしてるね。いまだにちょっと気にしてるけど、こう体洗ってたらなんかめっちゃ痛いと思って見たら焼けてて赤くなってヒリヒリしてた。そんなに別に露出してるやつじゃないよね。なんかそうちょっとした間の隙間からこうハーって入ってきて、もう一気にジーって焼けて赤くなってたんだよ。で最近また見たらもう肌の色全然違うの。焼けたとこ茶色くて、あと白くて、あ、まだ治ってない。そう、治ってない。後で見せてもらう。いいよ。でもきっとみんなもね、痛いよって人多かったよね。ね見てて痛い、確かったもん、すごい。だってでもあれなんですよ、新潟で野外ライブしたのがこの間が初めてなんですよ。そうだね、知ってましたか皆さん。いつもね、新潟のね、あのロッツさんっていうね、大きな会場だけだったから、あの 初めて外外っていうのかな、新潟の新潟のなんていうとこなんだ。海の近くなんかあのちょっとまだこう地方名っていうんですか、市とか覚えられてないから。でもなんかこう聞いたら都会ではなかったらしい。ちょっと外れなんだって。新潟に住んでる人でもちょっと遠い人は遠いみたいな。そう広いよね、東京も新潟も。そう、全然わかんないよ、もう土地感覚ないよ私も。まあ、たちがいつも渋谷とか秋葉原でライブやってるけどそうたまに、ね、こうどこだろう、遠くに行くみたいなね。そう、ちょっとここ北千住とかね、まあ、そうだね、若干遠いよってのなのかね。若干遠い、そんな感じ。え、多分そうだと思う。電車でまあ20駅とか20駅。あれあれ、1本なの、新潟って電車1本なの全部。あ、そっか、あ、そっか。素晴らしいね。違うわ、もう乗り換え2回くらいとかね。まあでもね、愛ちゃんは新潟はね、もうあれだよね、自分たちの出番が終わった瞬間になんか違う、あ、そう、違う緊張を味わってたよね、一人で。私も本当にその時のイベントはキュートさんが出るイベントだったんですよ。で、私キュートさんすっごい好きなんですよ。もう一人でずっと緊張してて、もうすっごいそわそわしてて、でなんかこう、なんだろう、出番が近づくにつれもう緊張感半端なくて、もうメンバーにめっちゃ、あー、やばいやばいって緊張してたらめっちゃ笑われてね、なんで緊張するんだろうと超バカにされてた。え、なんかさ、すごい憧れの人がさ、なんか同じステージでさ、目の前にいるっていうのを考えたらさ、もうすごい緊張しない。同じステージに立つっていうのはね。だから私そのタイムテーブルとかまだ画像撮っといてるんですよ、ちゃんと。自分も一緒に乗ってるからね。アンダービーチの下にね、あるからね、キュートさんも、はい、だから今でもちゃんとタイムテーブルはもう保存して、もうその時の記憶はもう今でも鮮明に覚えてるんですけど。見た、あれはどうだったの、見て初めてでしょ。え、生で見たの初めてです。いや、もう輝かしかった。もうなんかもうずっとこうやってずっとこうやって立ち見してたんですけど、あれですね、変わらないですね、歌とかもすごい、なんていうの、 PV のまんま歌の上手さとかも、はい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 、もう PV のまんまだし、むしろいいよね、ライブの方が。そうだ ね迫力が増して ね、もうダンスのキレも、もうはっ、すげえと思って、出てきた瞬間のあの感じね。そうなんかダイヤモンド歩いてきたみたいな。しかもなんかヒールすごい高いヒールで踊ってて、ね、それでブレとか一切なしで、さすがです、素晴らしいですと思って、もうすんごい感動しちゃったよね。あの、わかるよね、本当にこうみんなの気持ちっていうか、そうなんですよ。こっちにさ、やっぱりさ、ちょっと好きな子が来ると嬉しいじゃん。めっちゃ来たーみたいな。私の前来たー。私めっちゃ追いかけてましたもん。めっちゃ追いかけてたし、なんならなんか私このままお客さん側いいなとか思っちゃって。いや、いってらっしゃい、違う。ちょっとお客さん側もありだなと思って。ね、すごい、あの、私は楽しかったし。感動した本当に。なんだろう、感動したし、あれだけど。うん、いやもうね、頑張んなきゃなと思ったよね、本当になんか、ね、いろいろ考えたよね。でも帰りミーティングみたいな感じでしたね。そう、考えた、すごい、個人的にもすごいいろいろ考えた、うん、やっぱなんかこう刺激があるよね、あそこまで持ってけちゃうんだから、うん、もっとうちらもできなきゃなと思うよね。そうだね、なんかね、海を見ながら思いました。なんて素敵な新潟なんだね。でも本当ね、新潟も山梨もすごい楽しかったな。あれだよね、こう遠くまで行くだけのさ、うん、いろんなアイドルさんも見れるしさ、うんうんうん、経験にもなるしさ、うんうんうん、勉強になるよね、何よりも、ね、なる思うことがやっぱあるよね。ある、本当に感じる、ちゃんと感じるんだけど、それをどう生かすかっていうのがあれなんだけど、
でもちゃんとこうなんていうの吸収できるよね、ちゃんといろんなことは、うん、みんなは日光を吸収してうまい、ちょっとうまくない、誰も笑ってないよちょっと笑ったの、鼻で笑ったじゃん。画面の前の皆さん笑ってますか？面白いでしょ笑ってない。日光吸収して私たちはなんだ貫禄を吸収して貫禄を吸収して、うまいですよ。で確かに、でもねそのうちステージにこう頑張って生かしていくので、そのうちちゃんと見ててね。急にはできないじゃんやっぱり。徐々にとか言おうよ。あ、じゃあそのうちね。言葉のチョイスがね。そうチョイスがね。そのうち違う。まあ、そのうちいつか。徐々にね、こう多分ステージ変わるんじゃないかなって。はい。期待しててください。よろしくお願いします。まとめました。あやちゃんがすごい高いヒールで踊る日は来るのか気になりますね。毎回くじいてるかもしれません。よろしくお願いします。あいちゃんヒールとか履かないもんね。履かない絶対、ね、なんか最近の靴って、うん、分かる、高さが一緒の靴が多いの。あの、ね、例えばちょっとヒールあるんだけどでも高さが一緒なの。このまま高いんだよね。そうそう、このまま高い。厚底そう厚底言うてしまえばヒールってこうじゃん例えばおかしいシンデレラみたいなね。シンデレラだけどこういうヒールがあるのね、一直線な、うん、そういう靴ばっか履いちゃうの。うん、意味ないやつだよね。そう、意味ない。ヒールってきっと足が細く見えるとか姿勢よく見えるからこうなんだろうけど、これじゃあ別に結局ジムとか持っただけじゃん。ちっちゃいからちょっと持っただけでだから本当にヒールは苦手なんだけど、うん、ちょっと頑張ってちょっとねオーラを出すためにね、ちっちゃいからね、そう目立つためにね、目立つためにね。まあそんな感じで目立ちたがりの愛ちゃん、はい、私たち10月12日、はい、もう4日後かな、今日入れたら。そうですそうですそうです、4日後の祝日の月曜日12日に赤坂ブリッジさんという、またまたもう素晴らしいアンビシュージョ一番大きいステージで、はい、新曲を初披露するんですけれども、新曲といってもセカンドシングルの、はい、この番組の一番最初に流れてる、うん、ファーストシングルのレーベンという曲に続いてセカンドシングルの新曲を初披露するんですけれども、イエーイ。さあはいはい、曲についてですか、さあさあいいんですか、これ話しちゃっていいんですか、まだもういいんですか。ちょっとね、あ、ちょっとね、 NG あるよ、 NG 隠しつつ、ね、隠しつつ、ね、うん、じゃあまずは、うーん、いつも歌詞を書いている上田様、今回はね、今回はちょっとね、どんな感じの歌詞を、違うんですよね、どういうことですか、嘘で私で、ね、嘘なんですけども、はい、今回はね、超悩んだ、うん、一番悩んだ、なんか思いつかなかったの、思いつかないっていうの嘘で、うん、なんて言うんだろう、やっぱりさ、セカンドシングルじゃん、うん、勝負じゃないですか。ファーストシングルはね、確かにファーストになるって知らないで作ったから、普通にこう新曲だよって言われて、その時は CD なんてまだまだと思ってたから、うん、だからこうさ、変なプレッシャーはなかったんだけど、うんうんうん、今回は次の曲、この曲がもうセカンドになりますよって言われて書いたから、はぁーみたいな、やっぱちょっとさ、気合入るじゃないですか、うん、でレーベンの歌詞が私は一番じゃないけど、こうすごい好きだから、うんうん、なんかなおさらセカンドはどういうのにしようみたいな思って、うんうんうん、でもね結構悩んでて、うん、で一回ちょっともう、いや考えるやめようと思って、でなんかついになんかある日突然思いついたんですよ、お風呂に入ってたら場所お風呂かい、基本お風呂で場所お風呂ね、オッケー、あの歌詞思いついて、あこういうのにしようと思って、うんうんうん、そうね、本当に今までにない感じになった、何系とか全くなくて、確かにそうだね、うん、それはそうだと思う、ない、何系っていうのはない、ただ言えるのはこう、今は全部言えないけど言えるのは、まあ、相変わらずこうアンメス特有の英語がめっちゃ入ってます、うん、相変わらず熱い人愛が困るやつ、そう苦手なやつ、そう今回も大変だった、大変だった、うん、ちょっと何回も指摘された、それ違う、そこ違うみたいな、そうちゃんと発音違うみたいな、読み仮名を振って送ろうと思うんだけどさ、読み仮名振るとさすいませんすいません、まんま読むんだよなんかこうブレイキングナウって曲があるんだけど、ブレイキングナウみたいな、なんか言うちさ、ブレイキングナウとかじゃん、ブレイキングナウ言うちゃん最近よく言われるのが、愛ちゃんの英語はカタカナだって言われる、そうちょっとイラってするんだよね若干なんかわかんないけど、でも発音よくも言えるんだよ、なんかサーズデイサーガールズガールズデイサースデイサースデイみたいな、なんて言うんだろうね、はっきりちゃんと言っちゃうんだよね、一つずつをね、そうすごいよね本当にブレイキングナウブレイキングナウそうカタカナになっちゃうんだよねどうしてもね、ディビジョンとかやる、ディビジョン大丈夫大丈夫、まあ、ディビジョンはカタカナだもんね、ブレイキングナウ、今回もどうあれするあれ、え何今発音よく言ったんだけど、ちょっと聞いてたちゃんと変わんなかった、もしかしてブレイキングナウ、あすごいのエコーギーだなった今ごまかされてんじゃん、ありがとうございます、ちょっとごまかされてんじゃんありがとうございますじゃあ今度あいちゃんに指
ってました、愛ちゃんってなかなか英語の曲振りをしないことをスポットライトそうね、あの かわいいものだけを担当してます。そうなんです、かっこいいのしちゃうと、ちょっとブレイキンダーお願いします。やめてやめてカタカナになっちゃう、ゴケってなっちゃう、まあ、なんとかそれを一生懸命愛ちゃんに、うん、教えたというか歌わしてそうです。で振り付けも、まあ、大体私とあの春のゆむちゃんで、うん、まあ、作った後はこうワイワイ外野から言う感じなんですけどでも結構なんだろう、アンビスの振りって真似できる振りも多いと思うんだけど、うんうん、今回も真似できるとか真似できるんですけど、うん、全体的にはいつもよりちょっとやっぱりハード、そうだ、ね、動くかな、なんか、うん、こうダンス苦手な子から見るとすごくなんかね、一つ一つ覚えるのがすごい大変だったでも私脳みそ溶けるかと思って溶けてるでしょ、溶けてる、もともと生まれた時かな、でもあいちゃんは割と結構なんだろう、昔に比べたらっていうの、だんだん早くなってきてる感じだけど、ね、昔に比べたら確かに、ね、でもなんか永瀬かほちゃん頭抱えてたね、出たでもなんかすごいなんだろうな、かっこいい、かっこいいよ、かっこいいとしか言えない、すごいかっこいいよ、なんか、うん、ジェスチャーで表すとそれは誰の動きだよファンの人の動きなの、違う違う、じゃあその曲を印象ジェスチャーで表すと、まあまあまああれだよね、なんかさ、こんな感じじゃない、こんな感じ、そう、なんか甘えちゃった、バレちゃう、どうせヘッドバンしてるのそのうちからそう、だからもうすごい本当アンビスの、アンビス今までないよ、ザアンビスだよね、でもそうザアンビスだけど、うん、だけど新しいアンビスだよね、全然ないよね今までには、あんまかぶんない、何ともかぶらない系、そう、うん、そうかぶんない系、うん、だから最初多分みんなはワオって感じかもしれない、てててでも絶対私はどっちかというとライブで盛り上がると思う。あ、そうだね、ライブで、そうだね、もちろん他の時にも弾けるけど、うん、ライブで一番聴いてほしいというか、わかるわかる、これはライブに来て弾かなきゃダメでしょって感じ、わかる、この楽しさはね楽しい、ライブでしか伝わらない楽しさだよね、これは、早くやりたかんってしちゃった、やっちゃう、もうここで、え、本当にいいですかっていうのはね、結構アンビスの歌を聴いてくれてる方というか好きな方は、うん、あの後ろのこうなんて言うんですか、オケっていうのかな、うんうん、楽器系が好きな方も多いと思うんですけど、楽器もすごいやっぱ相変わらずあの、ね、アンビスサウンドで、うん、こうなんかジーって感じでね、ジーってくるよね、あの感想のねいつもアンビス名物 名物のアンビス名物ギターソロのギターソロがすごいこうクインクインクインってて、かっこいいよ ね今回もすごい、もう聞いてたよね、むしろ踊んないで、そうそう、分かる分かるって、あ、新しい振りだね、みんなで聞いちゃうけど、そうっていうギターソロをすごいありだね、ありだね、そこだけ聞いてもね、うん、そう全然かっこいいっていう、かっこいい、楽しみにしててくださいね皆さん、すごい、でも、うん、しかもそれをさブリッジさんでできるっていうさ、もう環境も素晴らしいじゃないですか、あとあとはブリッジさん、私たちがどうするかじゃないですか、そうだね、私たちがかっこよく仕上げなければ、ギターじゃないや、ギターできない山田ピアノでもなくて、ピアノでもなくてステージにどんだけ勝てるかじゃないですか、そうだね、なんでギターってたのできない、誰もできない、いや、あのね、エアギターでも一回やってみたいね、そういうなんか楽器でこう、ねね、ワンマンとかじゃないけど、いい ね楽器やってみたいね、私できんのあれだな、え、ピアノが、まあ、若干できるけど指震えちゃうからあんまやりたくないから私カスタネット、いやカスタネットいらんでしょ、いらないでしょあれいらん、こうやって手がされてもらってもよかった、 あと木琴得意だよあ、でもかほちゃんギター弾けるから、あ、そっか、ギターだね、うん、でも赤いちゃんダンスしといてもらって楽器じゃないし楽器じゃないしまあそんな感じで、うん、まあ、新曲も控えつつ、はい、すごい緊張してるんですけれども、そう、ね、なんだろうね、ブリッツさんもうね、そういうこう大きなさことが控えてるとさ頑張りますよね、頑張るだってこう赤坂駅を降りてすぐにあるじゃないですか、ブリッツさんって、うん、で絶対さみんなはさ一回はあ立ちたいって思うじゃん、見上げるじゃん絶対ブリッツさん、でも実はあの立ったこと一回ね、あ、まあ、実はあるんですよ、一回はあるんです、一回はあの違うユニットもやってて、でもなんか今回はこう自分たちが作り上げたユニットで立てるっていうのはまた思いが違くて、違う、こうなんだろうね、やっとここまで来たじゃないけど、ね、まあ、まだなんですけど、そうなんですよ、まだね、まだ先、そう、まだ本当は高い壁なんですけど、でもこうやっていただいたチャンスなんで、うん、ちゃんとねアンビスらしくね
大丈夫？緊張しいじゃない愛ちゃん結構。やばいですよ、私めっちゃ緊張しますよ。緊張しいです。やばいです、私めっちゃ緊張すると超トイレ近くなっちゃって出番前にめっちゃ行きますもんトイレ。ゆめちゃんとかも意外と騒ぐタイプなんだよね。してるよね、発信するって言ってて、赤ちゃんとかカホちゃんとか全然、カホちゃんは全然ゲームとかやってるけど、カホちゃんは最後まで、なんでぞ充電がないですとか言ってあなたの充電を入れてくださいって感じで、あの子だよ自分の頭の充電を入れてくださいそれ本当それな毎回言う、カホちゃんの悪口、毎回ね、そうそうそういないからさいないから言える。なんか今日も言おうと思ったんだけどね、いっぱい出た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 、来る前から思いつくカホちゃんの悪口でもね、こないだね、あのオフの日に永瀬カホに遭遇したんですよ、まさかの。もうね、オーラがね、なすぎてね、全然気づかなかった。やめてやめて、今日もちょっとライブしてるんだからやめてあげて。カホちゃんにね、あのイハちゃんですかって言われてね、なんか、え、私そんな有名人になったかなと思って確かに、ファンの方かな、ファンの方かな、ファンの方かなと思って永瀬かほちゃんになった全然気づかなかったそれな。じゃあメールがちょっと今日は、今日も多めですね、多めに来てくれたから、いつもね、最後の方にね、まあ、パッて読んじゃうから、そう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 、たまに、どっちか行く、たまにこっちか行く、じゃあいいよ、そっち。じゃあ読みます。ラジオネーム、まーさんからです。ユアティン、アイツン、こんばんは。こんばんは。こんばんは。言ったのか言ってよ。シーンってなったよ。こんばんは。毎回楽しく拝見させてもらってます。明日は秋葉原チンボックスガレージでのアンダービーシー第2回定期公演、そして12日には赤坂ブリッツでの公演も控えておりますが、それぞれの見どころや意気込み等ございましたらぜひお聞かせ願います。アンビシの魅力をたくさんアピールしてね。はい、ちょうど言ったとこですよ。ねナイスタイミング、あのいいとこに突っ込んでくれますね。ブリッツさんはね、そう言ったんだよね、そう今ね、定期公演、そうだね、明日ですよ、2回目ですね。でもね、この話をね、すごいです、うん、ボンちゃったすごいです。もう興奮しちゃったんだもんね。いいよ、もうちょうどあのこの後にしようっていう私たちのそうこのあれを組み合わせを見破られてしまったので、置いといて、置いといて、はい、置いといて置いといて、じゃあこっちに行きます。今までに考えよう。ニックネーム、はやちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんはスタジオには間に合わないので家で見てます。山中湖めっちゃ楽しかったというか、はい、野外のフェスはいいね。来年はステージ回数が減ったり大きなステージになるように盛り上げていきたいですね。20歳になって大人の色気が出てきたような、出てきてないような、そんなアイツン、ありがとうございます。20歳超えてから何か意識するように変わったことありますか？ PS 明日の定期公演楽しみ、ありがとうございます。ありがとうございます。そっか、そうだよ、20歳超えたんですよ、私もうすぐだから、あれだよね、あの回だよね、あの回、会式、そう、成人式、成人の会だよね、そう、ちょっとやめてよ、成人式だよ、まだ成人してないんだから1月とかだよね、そう、1月です、1月です。え、出てきましたか、時計どう？いや、ん、ちょっとみんな、まあ、前よりはやっぱりあれだよね、変わるよね、うん、だってあいちゃん、私最初に知ったのが高校生だよね。そう、高校3年生、あ、若かったな。そう、あの時は制服でさ、僕頑張ります、ね、なんで僕なの、その時なんか何も知らないけどめっちゃショートだったんですよ、私髪の毛短くて、そう、少年みたいだった確かに、確かに、僕頑張りますみたいな感じで、あ、僕は可愛かったな、まあ、今も可愛い、髪が伸びたねって感じ。20歳超えてから意識するようになったのはちょっと化粧を変えました。え、それは気づいた、隠してるんですか、いろいろと。ちょっとやめて。それは違います。どういうことですか。やっぱり私も気づいたんですけど、10代の頃にやる化粧と20代にやる化粧ってやっぱ全然違うなと思って。いや、私は変わらない。え、嘘だ、絶対変わんない。じゃあ変わんないでも私は10代の頃より薄くなったっていうか。本当ですかね。なんか引く方が多くなった。だってなんか10代の子ってさ、やりたくてしょうがないじゃん、お化粧がなんか、もういろいろしたくてしょうがないじゃん。変にね、変に大人ぶっちゃうからね。そう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 、変にいっぱいじっちゃってさ、うん、なんかよくあるよね。そうだけど、なんか大人になると、まあそんな大人じゃないけど、私も大人になると、なんだって、なんかちょっとこう自然な感じの方がいいかなみたいな。あ、確かにね、うん、そう。でも私はこう化粧をちょっと何を変えたの。ちょっと濃いめに。濃いめにしたの。ちょっと濃いめにして、わかる、ちょっと濃くないけど、あいちゃん本当に結構自然だけどね。ちょっとだけ、ね、本当にちょっとだけ濃いめにしたいとか。あんみつ結構みんなさ、なんかまあ男の人から見たらとかはわかんないけどさ、ね、お化粧そんなにこう、なんて言うんだろ
こう似合わない感じのしてる子とかはいないよね。結構みんな分かった感じだよね、自分の顔。そうだね、ゆまちゃんとかさ、こうなんかね自然な感じというかさ、すごいよ ね自分の顔ちゃんと知ってるよね。そう、私ゆまちゃんはねすごい薄いんだよね。薄い、びっくりするよね。だから早いよね化粧時間、すごいやばい、10分くらい15分くらい終わるよね。めっちゃ早いあの子、もう気づいて終わってるもん。でもたまにすごい怒ってるよね、こうなんか苦手なやつがあるみたいで。そう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 、こう多分アイメイク苦手なんだよね。そうそうそう、すごい怒ってる、いつもうまくできないって言って、なんで曲がっちゃうの嫌だみたいな。めっちゃ言ってる、めっちゃ言ってる、ずっと言ってるよね。あんまりこういうことでめっちゃ言われるよね。 そのうちさ、なんか言われるんじゃん、あいつの実際化粧は濃いですよみたいな。あ、つらい、言われちゃうんじゃない、ちょっとファンで濃くないですかとか言われちゃう、ね、前回の放送を見てちょっとあのいろんななんか、うん、あかねちゃんのファンの方とかかほちゃんのファンの方とかからすごい質問くらってどういうことこれみたいな。すごい言われたから若干今日やばいやばいやばい、ビル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 喋るのが怖いからここまでにしときます。大人たちは怖い。超質問をもらったからね。どういうこと、あかねと仲悪いの。いや、仲悪くないから言えるんですよ。仲はいいんだよ、ね、だっけ。だから20歳超えて意識するようになった、変わったことあります。あ、その話だった。でも個人的にはなんかすごい大人になった気がする、話し方とか。まあまあ、なんか前はすごいおちゃらけてたっていうか、考え方じゃない、喋り方っていう、考え方かな、うん、なんかそう、やっぱ変わっちゃうもんだね、20歳っていうか、こう徐々に人によるのかな。私は変わっちゃったのかな。変わっちゃったのかな。なんかそう、もうちょっと前はキャ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 めっちゃうるさくて本当にうるさいって言われてたんですけど、もう最近はなんか割と静かで、多分なんか体力的にもきつくなってきちゃったのかもしれない。空気が読めるようになったって言ってよ。あ、そっちにしようか。そう、そっちにしようか。あのもういいんで、その20歳の話は。え、嘘、気にならない、分かった。じゃあということで空気読めるようになりました。はい、ありがとうございます。はい。はい、次行きますか。はい、次行きましょう。岩お姉さん、あいつん、いつもいつもお疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか2人が喋ってるのを新鮮だなって思いながら見てるよ。いろいろ現場行って最近アンビスの魅力に惹かれるようになったよ。これからも頑張れ。こんな短い文ですが、これからもよろしくです。キチキチより。ありがとうございます。ありがとうございます。あいちゃんさ、アンビスってさ、いつもイントネーション違うんだよね。そう、伸ばっちゃうんだよね、アンビス。え、なんでアンビス、たまにいるけど、なんでなんでメンバーが違うんだろう。確かに確かに、なんかなんかみんなアンビスっていう、ちゃんと。そう、いや違う、アンビス、え、待って待って、そっから違う。え、待って待って、1年前から言ってんだけど、正しいのなんだっけ。アンビスが普通で、アンビスが、アンビスでしょ、みんな。アンビスのライブ、アンビス、アンビスのライブ、アンビス、アンビスってなんか、いや私本当になんでアンビスってなっちゃうんだろうね。なんかアンビスってなんかね、アンビスね、アンビス、なんかあるかな、気をつけてね。マックみたいな。マック変わってない、マック。分かった、いちご、いちご、いちご、おかしいでしょ、いちご。そうそうそう、そういうことだよね、アンビス。え、そうな、ほんとになまっちゃうんだよね。ちょっと影響力多大だからさ、はい、アンビス、日本の半分の人がさ、アンビスになっちゃ困るから、しっかりして。アンビスです、それだけ気になりました。すいませんでした、ありがとうございます。そう、二人喋るの新鮮かね。でも多分見るのは、でもあれなんだよね、付き合いが長すぎて、初期面だから長すぎて、あの自撮りとかもあんまり一緒に撮んないもんね。今更愛ちゃん撮ろうとか言うさ、なんかさ照れるっていうか、なんかさ違うかなみたいな、なんか残念なんないよね。ね、長いとやっぱりね、もうちょっとこう貫禄的な、なんて家族的な感じ。こうやって2人で番組やるのとかもあんまなかったもん ね、 もんね、今まで2人で話すことはあってもね。そうだよね、こうね、確かに。だってライブ中の MC とかでもさ、あえって2人で話すわけでもないしさ、うん、確かに見る方少ないよね、見るの。そうね、ね、考えてみれば、うちらは普通に話してるからなんか普通だったけどさ、この話をね、こう話す感じがね。ね、普通だけどさ、お客さんからしたらやっぱりもうでも2年一緒にいるのかな、意外と新鮮なのかもしれない。2年くらい、そう、2年くらいも一緒、あ、2年一緒にいる。そうなんだ、長いな、長いね、長いな、長いね、長いね、いや、そうだよ、長いな、間違えた、イントネーションか、それこそ、はい、はい、すいません、次行きます。こんばんは、じゃ、じゃ、うん、今回も変えてみた、前回に引き続き初期面2人ですね。意外と2人のみでの話を聞くことは少ないので貴重だなと思いながら見てます。今日も楽しみです。PS、秋ですが、うちはまだ冷房入れてますよ。一応熊本も最近は涼しくなってきたけど、ということで、しげきさんからですね、熊本、ありがとうございます。熊本って、え、熊本って寒くないの？ね、寒くない、え、寒いよね、私も今思った。え、あ、違うか、こっちが日本は寒くて、こっちが暑い。でも、でもこっちも寒いとこあるんだよ。あ、そうなんだ、熊本とか。
いや熊本は寒い。違う熊本は暖かいね。じゃあ分かってる。寒い。あ違う、暖かいのか。冷房入れてるから暖かいの。あいいんだよ、合ってるよ。だって違う、沖縄の方は暑いイメージじゃん。そこ上のこう、え違うだから沖縄の方でも寒いとこあるんだって。行ったことあるの？ないけど。ないですよ。嘘ばっかつかないで。どこが寒いの？何県だっけな。ちょっと待って。本当に沖縄聞いたことある、聞いたことある。何県だっけな。沖縄、熊本、福岡。何県だっけな、寒いの。そういうね、そっちの九州地方行ったことないからわかんないんで、あのそろそろ九州地方の遠征呼んでください。呼んでください。確かに九州行きたいよね。沖縄とか行きたいもん。行ったことないからね。前さ、沖縄遠征しようって話した時にさ、なんかさ、ステージはさ、砂の目、あの海の砂、やってみたい、やってみたい。でもさ、なんかロックだからさ、こう可愛いキャラだといいかもしれないけどさ、ロックだから砂吹き飛ばしちゃうかもしれないけど大丈夫かな。砂の上でロックを踏んじゃうけど大丈夫かな。いいね、やってみたい。沖縄遠征いいね。全部読んだ？まだある？まだあるよ。お、いっぱい人気だな、岩手にあいつ。やばいな、さすがいいコンビ。あ、そうだね、岩ちゃん次よろしくお願いします。じゃあ読みます。ラジオネームマスティンからです。はい、ユアティンアイツン、こんばんは。こんばんは。2ヶ月ほど前からアンビスのライブにも行くようになってすごく楽しんでいます。アンビスの魅力やこのグループにしかないものがあったら教えてください。魅力？魅力はもうライブで見てください。違う、ね、私が思う魅力は私が歌詞を書いている以上。それはそうだね。それは魅力だね。メンバーがでもやってるってさ、あるかもしんないけど他のグループにも、うんうん、でもなんか全部ほとんどだから全部なんだよね、うんうんうん、全部やってて、でメンバーがやってるってことは私だけがもちろんやってるって感じかもしれないけど、でもそれには他のメンバーからのこうアドバイスとか気持ちとかもあるから、結局メンバー全員がやってるってことじゃん。なんかメンバー全員がさ曲にこうなんて言うんだろう、こだわってるっていうか思いが違うなって思うから、まあみんな多分それぞれ他のグループさんも曲に対する思いはあると思うけど、アンビスは半端ないかなと思う。強いよね。強いかな。自分たちで本当になんか作り上げてるって感じ、うん、自分たちの魅力だね。確かにそうだね。あとは魅力というかこのグループにしかないものは、はい、なんだろうね、結構顔が個性的だと思うよ。最近言われるけど。それはどういうことかな。悪口かな。違う違う、なんて言うんだろう。なんかさ、うん、こうゆむちゃんとか、うん、こう私は結構なんて言うんだろう、可愛いっていうよりはさ、こうちょっとお姉さん系みたいに言われるんだけど、そうだね、愛ちゃんとかさ、あかねちゃんとかしほやんとかは結構こうなんて言うんだろう、子供系っていうの。わかるわかるわかるよ。かほちゃんはね、かほちゃんはなんて言うの、なんで笑っちゃうの。少女かほちゃんって言った時なんで笑っちゃうの。少女。わかる、なんか高校生って感じ。真面目な高校生って感じ。なんか面白いなと思う、個性的でみんな。確かにそれぞれ違うよね。わかる、うん、みんな違うよね個性。とりあえずアイツンが好きって言ってアイツンに行ったとしても、うん、なんか他の子に行ってみて、うん、この子も面白いっていうパターン多いよね。あ、多いかもしれない。別に一押しはアイツンなんだけど他の子に行ってみて、あ、この人もたまにはいいなみたいな。だから結局、ね、みんなやっぱりアミスメンバーはみんないい子って言ってくれることが多いから、うん、なんかグループ全体を楽しめるかな、うん、そうアイツンに飽きても楽しめるよって感じ。ちょっとうんじゃないよみんな。うまいけど超うんって言ってるよ、うん、もう本当にみんなもう後呼び出すからな。やめてください。やめてください。楽屋に呼んで。確かにね。大丈夫。はい、じゃあ次いきますね、ペンネーム在宅気味の赤メガネさん。誰や、なんかさ、すごい反応しづらい名前だよね。こんばんは。早いよ、もう早いよ、絶対来るもんね。絶対来るから。こんばんは。こんばんは。初めてメールします。カホチーのオーラがないとかやめてください。早速これでこうやってこうやって怒られちゃうから思いないんですよね。メールで怒るのやめてください。そう、公開おこ、公開おこな。早速ですが、他のアイドルさんのファンにはキャンディーゴーゴーさんならキャンディスト、ケミカルリアクションさんならケミカリストなど、楽しい、それ今もね読めないんだよね。なんかね、呼ぶっていう字に故障みたいな、故障呼ぶっていう字にあの章なんて言うんだろう、呼び名みたいな、まあ、故障でいいのかなこれ。故障ってできるよ、新しい故障があるのです。新しい故障があるの。絶対インテネーション違う。故障新しい故障があるのですが。
アンビスのお宅にも、すごいとか変だよね、アンビスのお宅にもそういう新しい故障が欲しいなと思います。なんか考えてください。違う、故障じゃないの、こうということです。故障、まあ、故障ね、私ね、考え、めっちゃ考えたの、めっちゃ考えたけど、なんかすごい、確かに何回も言ってるのに、これ微妙、これ微妙ってみんなに言われて、確かにね、なんだろうね。え、じゃあ逆に何がいいですか、皆さん。え、アンビス、違う、でもさ、これこうさ、キャンディストさん、うん、キミカリストさん、うん、アンビストに飲むのかなと思うけど、なんか違うじゃん、それも。ね、アンビ、アンビスタ、アンビー、アンビーズ、アンビーズ、アンビーズ、アンビー考えてはいるの、欲しいじゃん、やっぱそういうの。わかるわかる、欲しいよね。考え始めて早1年なんだけど、そうそう、なかなか決まんないんだよね、考えたけど。こういうのってみんなどうやって決めてるんだろうね。すごいよね、すごいよね、発想がもう素晴らしいもん。でもそろそろ本当決めたいから、ああちょっと落ち着いたら決めよう、みんなで。そうだね、ちゃんとね、ちゃんとね。あの、じゃあ皆さん一人3個ずつくらいちょっと作ってきていただいて。そうだね、それがいいやね、それがいいよ。ツイッターなり物販なりで教えてくれて、それでうちらの抽選会による、そうそうそう、あ、結構早かったですね。あれ、今日終わっちゃった、いろいろ喋っちゃった。じゃあ、はい、ちょっと大事な明日の告知を、そうですね、しましょう、はい、明日はですね、毎月第2金曜日に行われるアンダービスティの定期公演があるんですが、場所は秋葉原ガレージ、秋葉原ツインボックスガレージさんにて第2回目ですね、明日は。はい、はい、そして明日はですね、リトビスアンビス、そしてゆむちゃんのソロ初オリジナル曲、初オリジナル曲といって、すごいね、めっちゃいい曲です、これ。他の、ね、2回で練習してるんですけど、いい声、いい声がいい。もう声がいいからね、めっちゃいい曲に聞こえる、うん、いや曲本当にいい曲なんですよ、ブルーってしますね、みんな。そうで、アンダービスティの出番は21時25分からとなっています。ね、2回目でなんていうの、2回目もすごい、ちょっとね、1回目はね、みんな珍しいから来ると思うんですけど、そうそうそう、2回目もすごく絶対楽しめると思うんで、普段はなかなかない25分尺なので、うん、絶対来てほしい。初めての方も全然アンビスは来やすいので、そう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 、本当に来て、もう全然前の方に前の方に来ちゃって大丈夫ですので、明日ですよ、皆さん、明日ですからね、はい、皆さん、そう教えて。もう一つだけ、はい、もう一つ、10月12日、先ほども言いましたけども、祝日の月曜日12日、赤坂ブリッジさんで新曲初披露があります。チケット物販で発売するんですけども、ちょっともう少しあるので、はい、この日本当に来てほしいです。立つことだけじゃなくて、みんなに見てもらって次につなげたいので、うん、迷ってる方は本当に絶対に来てほしいです。あの、ツイッターのリプでも大丈夫なので、物販来れない方はそちらでお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、ちょっと軽いお知らせがあるんですけど、来週の放送でですね、アンダービスティのロックインルームが最終回となります。すいません、はい、そうなの、たくさんね、みんなで初めてアンダービスティのこう番組を持たせていただいて、でまあこう2人とかになってしまってるんですけども、まあ他のメンバーも多分いい経験にはなったと思うんですけども、本当に来週じゃないわ、来月で最終回になるので、まだ来たことない方でも ね、 そうだね、ぜひぜひね、一度では一度ちゃんと生でいいんで見てください、うん、そして画面の向こうの皆さんも、来週は絶対、来週もなんで来週って言っちゃうの、来月絶対絶対ね、言っちゃうよね。そう、来月絶対に絶対に見てください。私たちもう来月も張り切って頑張るので、よろしくお願いします。ありがとうございました、今回も。というわけで声でかっ、愛ちゃん声でかい。そう、めっちゃ言われるの、常に。本当に声でかい、困っちゃう、もうすごいね、はい、というわけでですね、はい、本日の50分間過ごしてきたわけなんですけど、ちょっとまだあと1分あるからちょっと話そうよ、なんかもうなんか今回すごい愛ちゃんとなんだろう、めっちゃ話しちゃって、そうだ、ね、定期公演とかもっと1回目の定期公演の感想とか言いたかったんだけど言えなかった。でもこう1回目はね、うん、あのすごいね、ファンの方に終わった後のメンバーの顔が超良かったって言われたの、うん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 、それがいや嬉しくて、いい顔だったって、なんかさ、可愛かったとかよりもさ、うんうん、まあ、それも嬉しいんだけど、すごく、うん、いい顔だったって嬉しくて、だから今回もなんかいい顔だったって言われたいなと思って、2回目も確かにもっといい顔だった、そう、いい顔でも、いい顔で、いい顔、それはあんまり汗をかきすぎないってことかな。違うかな、違うよ、だから達成感の顔が多分いいなと思う。オッケーオッケー。そう、私も初めてでこうどうなるか不安だったんだけど、うん、でも本当あっという間だったよね、楽しすぎてね、やっぱりさ、みんながいてくれるからこそさ、うん、ちょっと本当に頑張ります。10月もすごくいろんなね、うん、チャンスとか、そうだね、なんていうんだ、大事なライブあるんですけども、うん、頑張っていくので
皆さんその感想は次回の放送で楽しみにしていてください、はい、というわけでというわけでお時間ですなんかあれだよね、話し方が大人っぽくなったよね話し方持ってき方持ってき方ねそこだよね一番はそうだねやばい、というわけでお時間です。